MJP チャンネルのリョウです。今回はドロップインを解説していきたいと思います。いや鬼門でしょ。鬼門ですね一番最初ドロップインやった日のことって覚えてる？覚えてないですね。やばいこけ方とかあったのは？あります。どんなになっちゃうの？ドロップインまくられて、うん、思いっきりバン。できれば今回怖くない教え方をしていただければ嬉しいです。はい、わかりました。はい、なおフレイク JP チャンネルでは日本最大級のスケボーキッズコンテストフレイクカップのハイライトや超有名スケーター密着など様々な角度からスケートボードを楽しめるコンテンツを配信してきますね。皆さんチャンネル登録お願いします。お願いします。こういう斜面あるって言うんですけど、あるをこういう時に、うん、この状態からドンと降りる技をドロップインと言います。これももう、うん、どこでも使う絶対必須の技なんです。前回習った6トゥーフェイキーに繋がるよってことだね。そうですね。あー、OK です。で前回だとやっぱ下からしかできないんで、うん、上からスタートできるように、うんうん、この前は下でプッシュしてたんだもんね。そうですね。そっかそっかそっか、はい、最悪の失敗から。それ本当の最悪なのになんない？大丈夫？大丈夫です。上手に転べるの？大丈夫です。怪我しないようにね。チェックタックする時とかと大体一緒ですね。はい、まずこの形でかけます。なるほどなるほど。ここが弾きありすぎると足もコロンと落ちちゃう時あるんで、うん、目線は大体この辺見てますね。この辺見てます。完全にこう前だけ見てこうやって行くわけちょっと足元見てこう行ってます。ドロップインで一番大事なのがやっぱ重心なんで、前に重心をこう持ってってから、うんうん、まず足の位置は本当にあんまり端っこよりも内側の方が基本いいので、うん、ここに指2本分ぐらい隙間作ってっていう、うん、こんぐらい隙間作ってた方が変な癖つかないですね。この足ギリギリでランプ乗る癖がある子って多くて良くないんですよ。トラックの近くに足を置いてた方がコントロールしやすいんで、うん、あんまり端っこに置きすぎない癖をつけるために内側にちょっと入れて指2本分ぐらい隙間作っていけるようにした方がいいと思います。特にちっちゃい子に多いのは、はい、スケボーが重いのよ。はい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 、だから片足で支えてられないんだよ。あ、もうありますあります、ね、もコーピングよりも、うん、こっちだったら大丈夫と思うんで、うんうん、できるだけそんな後ろにならないように絶妙に一番ギリギリの内側にでも置いた方がいいです。そうだよね。前に重心かけて前前前前前ここね、ここがプカプカになってないようにはい、ちゃんとピタッグッてやるね、はい、あ、大事大事大事。タイヤの位置これ超大事ね。間違ってこれでスタートしたら大変なことになるよ。それでスタートしたら大変なことになる。やってみるフレイクマン、これ違う技になってるよ。必ず鉄よりこっちが、これ間違いない、これコーピングなんだけど、これ超大事。そうそう。どうしたら後ろに巻くられないかを今から教えます。はい、体を前に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 持ってってうん、離れたまま行っちゃうと、うん、まくられるんで、うん、ここをできるだけ近づけてから。2人とも怖くないんでしょ、ドロップイン。そうですね。そうでしょ、はい、怖い人って、はい、怖いから足だけで押しちゃうんだよね、はいはい、体で行かずに、はい、そうすると伸びた状態になって、はい、まくられちゃう、はいはい、怖いから前に行けないよとか。そうそう、もうそういう時はどうすればいいの？少しずつ前に行けるように頑張るしかないんで、まあコツとしては、うん、ノーズの方に例えば手とかも使って、あー、なるほど。手をつけに行ってから踏みに行くとか、前のノーズを掴む感じ、はい、前を掴む感じで、あっ、掴んじゃっていいんだ。タッチぐらいタッチしてタッチできてれば重心はいってるから。おーい、大人の方がこれで初めてやる人は多いかも、うん、なるほどね。キッズだとノーズ掴むっていうと、とにかく思い切り行って、ニースラーとか大声さんにして逃げれるように、逃げれるようにか、逃げれるのかな。最初に思い切って前に行って、うん、行き過ぎて逃げるみたいな。はい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 、半分までは行けても、その先がドンドロップの、はいはいはい、その先が行くのにこう踏み切れないことが多いと思うんで、うんうん、ここがやっぱ離れてしまうと足がこの後伸ばせなくなっちゃう。膝を抱え込むイメージで、うん、胸を膝にこう近づけて。わかりました、はい、体の軸をここに対してまっすぐに自分からならないといけないので、うんうんうん、さっき言ったようなこの動きを使って合わせていくという動きが大事です、うん、なるほどなるほど、はい、胸と膝ね、それを
はいはい、こういうことね。え、でも今さ、戻るやつはまだ習ってないですよ、はい、そうですね、これはテールストールっていうトリックなんですけど、テールロックじゃないんだ。まあテールロックって俺も呼んでますけど、正式にはテールストール。ああ、そうなんだね、はい、勉強になりました。いいです。補助ってどうなの？補助はなしだ。ガンガン使っても俺はいいと思う。ありなんだ、はい、でやっぱり重心がこっちに残ってるんで、手を持った状態で前に、うん、前にのイメージで支えてあげて、うん、後ろに重心がこう残らないようにこう持ってってあげるぐらい、うん、前で、あ、でもそこ離しちゃうんだね。あ、最初ついてたりもします。あ、ついてくの、はい、周りだと。ちょっと今ついていけないんで、ちょっとここで離しちゃってるんですけど。これね、そうですね、なるほどなるほど。ついていく時もあります。ある程度乗れたら、ここの重心さえグッてこう持ってってあげて離しても、うん、そんな危なくないんで、うんうんうん、とにかく最初のこの重心をちゃんと面に対してまっすぐに合わせる、うんうん、とにかくこっちにプレッシャーすごいかかるんで、初めて、うんうん、行こうとしてでも行けてないんで、持ってってあげるぐらい回してあげたら離す。スケボーパークでね、子供がチャレンジしてる様子を見るんだけど、はい、そこでね、お父さんが動かずに手だけ持って練習してる様子をたまに見るのよ、はい、このままこうやって、そう、補助する人は最後まで握ってんだよ、両手を。邪魔だこれなるでしょ、これ。そうですね、これね、まああるの。あ、はいはいはい、でもそれが正しいと思ってるんだよね。ああ、はいはいはい。滑る人に合わせて自分も動くって感じだよね。あ、そうですよ。こういう格好だよね、はい、こういう感じで補助する人はね。ドロップインが怖くなくなってきたら、ドロップインをするときにパンピングします、うん、ちなみに降りるだけのドロップは、はい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 、初心者が怖くてもう膝曲げちゃってブレーキみたいになっちゃうドロップイン、はい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 、最初は怖いから今のだよね。そうですね、それじゃスピード出ないよと。だから初回の動画でね、ハウツーやったパンピング、これをドロップイン直後に入れるっていう感じかな。 OK、 ドロップインしながらパンピング。ドロップインしながらパンピング。じゃあドロップインを使って応用。あ、出た出た、応用ね、はい、今回も。おおドロップインができるようになれば、はい、これもできるようにいずれなると。いうことで、いずれなりますはい、ということで今日の動画が参考になったよっていう方はチャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。インスタもやってますので、プレグドット JP、うん、皆さんフォローお願いします。お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございましたじゃないか。バイバイプライベート最近どうですか、りょうくん。うん、プライベート、うん、プライベート、本当の俺のプライベート、本当の本当の本当の、そんなないっすないんかい。ビッグな何かをしたいときには必要だよと、はい、そうです、うん、でチャンネル登録高評価の方お願いします。それではまた次の動画でめっちゃ緊張、はい、めっちゃ緊張してる。いやいやいや、もう一回いいですか